お仕事をいただいた時が30歳だったんですけれども、まあ、その時は本当に仕事が最優先っていう感じでしたし、いつも肌は調子がいいっていう感じだったんですけれども、自分自身も40代がこう近くなってきて、昔ほど手間とか時間をかけられないけど、短時間でガッと集中して向き合うということがどんどんこう得意になってきた7年間でもあって、やっぱり子供中心とか家庭中心になってくると自分のことが後回しにはなっていくんですけれども、だからこそ信頼できるスキンケアを守りみたいな形で使わせていただいてて、だから自信につながってるのかなと思います。保湿だけじゃなくて潤い改善美容液としての魅力をすごく感じる、出した時の厚みが違うなと思っていて、すごくなんかもちもちしてるんですけど、こう肌にのせるとスーッと馴染んでいって、より一層そう感じるようになった。私これ使ってディープハイドレーター使って、でシールドでこうしっかり蓋をしてっていうのが今一番自分に合ってるかな。はい、じゃあいきます、よーいスタート。200億個数字もすごいですし、やっぱこう金とか発光っていういいイメージしかないですし、そこにこう長年の研究力が加わってこの商品になってるってことで、絶対的な信頼を置いてます。きっとこれから40代を迎えたり、その先50代60代って年を重ねるにつれて、自分の肌にこう自信が持てないと人生にもこう自信が持てないと思うので、まあ抗いすぎず、その年齢なりの美しさっていうものをずっと保てたらいいなっていうふうに考えてます。